トシーさん、はい、ここはマックスバリューの永田南店っていうところなんですよね、はい、で奥に見えてるのが先ほどの川重の、ね、あれね、川重の本社ね、はいはい、でぐるっと回りまして、はいはい、右手が、地下鉄のこっちね、はい、海岸線のカルン公園、はいはい、であこの公園あるやん、あれですあれですよ、神戸市交通局さんの公式フェイスブックページで、はい、なんかね、子供さんが地下鉄海岸線に乗ってたんですよ。はいはい、はい、こっちから多分あれですね、お尻がね、これちゃいますか、神戸市交通局のほらマークあるやん、このラインはまさしくかわいいですね、あーなるほど、かわいいこれは何線なんのやろ、海岸線、海岸線の車両ですよね、はいはいはい、子供さんが乗って遊べるようなものが、これ公園の名前なんていうんやろうね、公園の名前どっか書いてんのかな、ね、ちょっとそれもせっかくなんで見に行きましょうか、はいはい、公園的にはこんな感じで遊具もあって、はい、結構ね楽しめる場所ですよね、すぐ後ろがスーパーなので、そうですよね、だから、はい、ここのスーパーでお買い物して、はい、まあここに車を置くか、まあ電車で来てもらうのももちろんね、はいはいはい、いいですし、はい、というそんな感じでございます、はい、永田区の散策おもろいですね、こんな見つかるのね、どうしたら、あの神戸市バスが走ってますね、あ、トイレあるんですね、ここ、はい、おトイレがある、綺麗なトイレです、あ、綺麗な公園や、綺麗なトイレじゃない中に、いやでもトイレも綺麗ね、はい、整備されてます、バーベキュー禁止でこれする人おるんですかね、こんなでっかく貼ってるいうことはね、公園の名前がね、これかな、これではない、あ、これか、とか万葉集、あ、へえ。公園の名前がわからん、そうなんですよ、公園の名前が最終的にはわからんままなんですけど、場所的にはなんせね、マックスバリューを目指して来てもらうのが一番いいでしょ、ね、トシさん、公園これですね、はい、公園じゃない、外苑なんね、あ、外苑なんや、公園っていう表現ではないんや、はい、シリケ外苑、はい、なるほど、ということだそうです、こちら中田税務署なんですけども、はい、都市産情報によりますと、はい、ここにもねあるでと、遊具があると、ちょっと渡りましょうか、はいはい、ほんまにあるんですからしいです、ちょっと待ってください、はい、お尻見えましたよ、あ、都市産情報マジですごいあります、ここの公園の名前なんていうんですかね、新港川公園、それどっか書いてるところはない、ないですね、ね、はい、はい、新港川公園に、はい、これはこれまた、あ、静清山手線じゃないの、ああ、そうですね、これ神戸市交通局やんね、はい、かわいいね、あ、そうや、ほら、かわいいわ、はい、一線系かな、あ、なるほどね、はい、まさかこんなところにあるとはね。いいですね、こう遊び心がね。はい、このなんか大っぴらに出してないところが。あ、そういいですよね。物、はいはい、静かに出してるところが。はい、探してみろみたいな、ね、ということで、はい、新港川公園にはこういう静清山手線の神戸市交通局さんの遊具があります。はい。はい、ぜひ皆さんお子様を連れてぜひお越しください。はい、